はい、どうも皆さんこんにちは、もりもりです。今回なんですけども、まあ、卒業設計の話を、まあ、この前ね、セナと2人で動画を撮って、まあ、そこで少し話してるんですけど、まあ、卒生が僕もやばいんです。本当にやばいんです。もう全然笑ってる場合じゃないぐらいやばいんですけど、まあ、なんでやばかったのかって話と、まあ、何する、まあ、これからどうしていくのかっていう話だけ、まあ、サクッとしてもうすぐ終わりたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、ということで、まず、まあ、なんで卒生やばかったかっていう話をちょっとだけすると、インターンに行ってまして、でそのインターンっていうのが、まあ、10月の半ばぐらいからと先月12月いっぱいぐらいまで、まあ、インターンとある設計事務所で、まあ、ずっと仕事の形でインターン行ってて、それもあって、で僕の学校近大なんですけど、近大はまあ11月で学祭があってとか、まあ、結構予定を入れ込んじゃってて、で、まあ、2ヶ月ぐらい、まあ、2、3ヶ月ぐらい正直卒生全く触れてなくて、まあ、ずっともうほんと、まあ、インターンと、まあ、学校のこととか、その学祭のこととかをしてて、まあ、全くやってなかったんですよね。まあ、それがあって、この前の動画みたいに、まあ、セナと、まあ、やばいぞと、20% ぐらいしか終わってないよみたいな話をしてたんですね。まあ、なんで、まあ、言い訳にはなるんですけど、まあ、そういう理由、まあ、インターンやってたっていう理由で、まあ、卒業設計が進んでなかったっていうのがまず一つあります。まあ、次に、でこれからまあどうしていくかって話なんですけど、まあ、今撮ってるのが1月の10日で、僕の卒業設計の締め切りが、まあ、1月末なんで、まあ、あとちょうど20日間ぐらいしかなくて、もう今からは止まってられないんで、もう今ずっと手を動かして頑張っている状態です。はい。で、まあ、何するか、まだ正直がっつりとしたプログラムも決まってなくて、すごい今こんがらがってる状態なんですけど、まあ一個言えるのは、まあ、自分の祖父、おじいちゃんが住んでた、まあ、長屋を使って、まあ、卒業設計を、しようと思ってます。まあ、ちょうどそのおじいちゃんが亡くなってるんですけど、まあ、亡くなってその長屋が空き家になって、まあ、その空き家のある、まあ、周辺の地域とか、まあ、お家の周りも結構空き家とかポンポン出てきて、まあ、そういった町を、まあ、どうにかこうしたいなっていう思いがあって、まあ、敷地に選んで、まあ、ここからそのお家を使ってどういう風に、まあ、卒生として終わらすのかっていうのは、まあ、今ちょっと考え中、まあ、結構奮闘しながら考え中で、で、まあ、それを考えて、まあ、図面とかモデリングもして模型も作ってっていうのがあと20日なんで、あ、もうすごいカツカツです。はい、動画撮ってる暇ないかなと思ったんですけど、まあ、僕もちゃんと動画にしてもうやるぞという気持ちを、まあ、見せたかったんで、こんな感じで動画を撮ってます。で、まあ、今後ね、今やってる作業とか、まあ、卒業設計残りあと、まあ、1ヶ月切ってる中での、まあ、プロセスとか、ちょこちょこ共有していけたら SNS に上げたりとか、で、まあ、終わってから、まあ、総まとめ的なものを上げれたらいいなと思ってるんで、まあ、皆さん、今4年生の人は卒業設計頑張ってると思うんで一緒に頑張りましょう。はい、ということで、頑張ります。バイバイ。